植木の絵米太郎4月16日から1987年3月21日は、大正、昭和期の朝鮮における、公立普通学校教員、社会活動家。京昭南道支線軍混迷公立普通学校に勤務して、朝鮮人の生活の苦しさを見るうち日本による、朝鮮の植民地支配に疑問を持ち、朝鮮の独立を支持する考えになっていった。 朝鮮人の苦しさを解消するための方法を考え、教え子と教育労働者組合の勉強会を自発的に行うなどしていたところ、1930年12月5日、教育労働者組合の結成を格索したとして、治安一法違反で逮捕された。愛媛県西和郡仙城大村川のうちで、父、慶吉、母、宿の長男として誕生した。上 江戸時代は小屋であり、明治時代以降は地主であった。祝の祖父は愛媛県議会議員、衆議院議員を務めた雄とも親である。日露戦争後、慶吉が農業経営に失敗した結果破産したため、慶吉、祝、米太郎以外の子供は、当時朝鮮銀行に勤務していた慶吉の弟を頼り、1912年に朝鮮に移住した。 米太郎は両親により、愛媛県大須のゆうとも家に預けられ、大須中学に通学した。母方の祖母の影響により、大須教会に通い始め、受選した。1920年3月に、大須中学を卒業後、同年4月に、朝鮮の経常高等普通学校普設臨時教員養成所に、第8期生として入学し、翌年3月に卒業した。卒業後、 志願兵として陸軍入営を経て、1922年4月に、京商南道南安郡南安公立普通学校に教員として赴任した。1924年に予備役に志願し、4月に陸軍第24弾第78連隊に入営した。同年9月に、京商南道高専軍やる公立普通学校に校長として赴任した後、 1927年4月に、京商南道支援軍昆明公立普通学校に校長として赴任した。1930年に教育労働者組合、運動への関心を高め、プロレタリア科学、戦記、進興教育研究所発行の雑誌、進興教育などの購読を開始し、進興教育第2号、第3号に投稿が掲載された。同時期に、 自分の元生徒を含めた、慶状高等普通学校の学生4人とともに、教育者労働組合に関する勉強会を行い、また他の学校長にもパンフレットを送付した。このような動きが警察に察知され、12月5日に治安維持法違反により逮捕され、その後慶状の西大門刑務所に送られた。1931年8月に、慶状地方法院の余診で、 有罪判決が下り、控訴した。1932年11月28日に、刑場高等法院にて、懲役2年、執行猶予5年の判決が下った。1935年に刑期を終えたが教職に、復帰できなかった。刑章南道に戻り、妹の家に身を寄せた後、あずの河川工事現場の帳簿係として勤務した。その後、 1941年まで第一生命の保健外交員や経常日報の陳述、通信武器者として働いた。1941年に自分を担当している特攻警察の勧めで北海道の炭鉱に強制連行された朝鮮人労働者たちの労務係、朝鮮語通訳として太平洋炭鉱に動員された。1944年に 朝鮮人労働者と共に、大牟田の三井三池炭鉱に移動し彼らを支えた。1946年に三井鉱山株式会社を解雇された。米太郎が朝鮮人の世話を良くしていて、朝鮮の人たちから慕われていたことから、会社が米太郎の存在を煙たがったためと思われる。1950年頃、朝鮮人たちが集まっている地区に住みながら、 子供が好きだったことから紙芝居屋になり、子供を守る会の活動などに携わった。1962年8月に上皇の歓暦を祝う会が開催される。荒木久氏から歌が送られる。神道東洋、男らによるインタビューを受け、その内容が出版される。1966年に東京に転居する。学習院大学東洋文化研究所。 有法文庫によるインタビュー。1971年12月に金嬉しい老事件の裁判で証言に立つ。1987年に亡くなる。上皇が1919 19年から1929年頃まで書いていた日記が学習院大学東洋文化研究所有法文庫に帰宅されている。断片を含め全47冊。長女は 青年劇場俳優の植木の絵町子。ありがとうございます。